ばい。土曜日何すんの？日本でさ、何して？パチンコ中？パチンコしながら見てんの？すごっ。音どうしてんのそれ？すごいね。
来たんじゃない。日本食が一番おいしい。日本食が日本に生まれてよかったと思う。ラストです。ラスト肉。焼肉楽しみだね。皆さん何とこ来てよ。やつは食べ放題。結構基本どこでもそう。韓国。
これ消していいんだけど。
されたの。私がここにいるじゃん。で、中国人がこうやってやってた。ずっと私の。で、それもうインカメにしちゃったら、あ、これ多分刺されるなと思って、外カメにしてた、その時。そしたら、煽ることになっちゃうじゃん。そう。マジで怖かった。なんかこう、私がこう携帯こうさ持ちながらさ見せてるじゃん。なんかちょっとそこね、時が止まってるというか、 YouTuber って分かんなかったんじゃない？私がスパイだと思ったんじゃないかな。多分そうだと思う。その前はあのマフィアが、まあ、その発砲事件とか、毎月事件が起こるのがチャイナタウン。だからすぐ殺しちゃうんだよ、刺したり。でも違うんだよ、詐欺あるから。落ち着いて、みんな。詐欺が多いから、この聖杯は。わかる？注目されるじゃん、今のほらコメントみたいな。DM してください。仲良くって
なんかこうモノマネ得意だから、その人とやってたらなんかそういうツイートつぶやかれたの。女優もしてないしモノマネでもないし女優でもないんだよ。そのモノマネ女優で意味かわかんないけど今思うと、そんなカテゴリーないから。なんて言うんだろう、テレビじゃなくて、あのなんか出稼ぎみたいな、出稼ぎな仕事をしてた。映像がないと、前もそういう時代があった。でもその営業って結構稼げるからね。それで生活できてたけど、ストレスで辞めた。マネージャーがあまりにもモラハラすごくて、
さん右下の椅子お願いします。ねえ、やばい、ズボンが。